描きましたね。すごい綺麗なエナメで、うん、なんだよいしょ、グリーンゴーフルトで、あ、当たりましたね。よし、ユートピアゴールド一発でしたね。なんだこれが、シャコタンのイソヒラメです。皆さんおはようございます。北海道のピュアフィッシングジャパン北海道フィールドスタッフ武部浩太です。今日は、日本海の磯をちょっと紹介したくて、場所北海道のシャコタン半島に来ています。一応こうシャローエリアが多くて沖がちょっと深いというエリアなんですけど、ここでちょっと変わった釣り方でアイナメを取ったりとか、あと朝方の1時間帯ちょっとヒラメとか狙っていきたいと思います。それで行ってみましょう。よろしくお願いします。 3.8 インチのパルスワームグリーンゴールドでやりたいと思います。ここのポイントなんですけど、手前5メーターから10メーターぐらい高根なんですよね。それをの先を投げて、その高根の際にでっかいヒラメとか作るんで、ちょっとそういう形で狙ってみたいと思います。トムを取って中来ましたね。よいしょ、あー外れました。すいません、外れましたね。そう、そんな大きくはなかったですけど、ちょっと悔しいですね。1投、2投目でちょっとヒットしたんですけど、ちょっと一回回収しますかね。ここ高根なんで、魚を狙える範囲っていうのがキャストしても3分の2ぐらいまでしか引っ張ってこれないエリアなんで、チャンスが、まあ、キャストする分には少ない場所なんで、ちょっともったいなかったですね。よいしょ、ちょっと気を取り直して同じポイント投げてみたいと思います。基本的にはボトムから1メーターぐらいをスイミングさせるような感じで引っ張ってます。手前になるとちょっと高根があるんで、ロッドを立ててカーブホール気味にしたりとか、駆け上がりをちょっと早巻きで探ったりとかしてちょっと釣ってますね。今はもう完璧、スイミング下から1メーターぐらいのところ引っ張ったところで当たりましたんで、まあヒラメかソイカだと思うんですよね。バイト的には、まあ、サイズはちっちゃいですけど、魚はね、ちょっと反応してくれてるんで、まあ、チャンスあるかなと思うんで、ちょっと頑張ってみます。そう、ヒラメを狙うにあたって、結構サーフとか、あと漁港、港で狙う方とか多いんですけど、僕は結構磯をメインにヒラメは狙うんですけど、それはなぜかというと、結構大きいのが磯につくんですよね。やっぱりヒラメは根につくっていう人もいるぐらい、やっぱ根周りはきっちり探れば大きいのやっぱついてること多いんで、やっぱりロックフィッシュとまあ似てるのかなって部分はあると思うんですよね。フラットフィッシュっていう分野ですけど、
なんか触りましたね。ちょっとちっちゃかったかな。うん、岩がすごいですね。海藻ですね、多分。あ、ちょっと違う魚が食っちゃいましたね。よいしょ。なんだ、ブラコか。あ、そういですね。マゾイですね。よいしょ。よいしょ。マゾイでしたね。グリーンゴールドですね。結構暗いんですけど、グリーンゴールドスイミングで狙うとき僕結構使うんですけど、晴れててもこう暗くても結構実績あるワームなんで、だいたいこれまず投げたりとかして釣りますね。ヒラメもソイもアイナメも大好きなカラーなんで、まあ、ちょっと今日は暗いですけど、まあこれでも釣れたんで。着底と同時にバイトしてくるのは大体ガヤなんですよね。あのエゾメバルですね。今結構エゾメバルにロックされるとずっと追ってきたりするんで、ちょっと早巻きで逃げます。よいしょ。なんか当たりましたね。ガヤ、エゾメバルではないですね、今のは。結構スイミングで取れるアイナメは肩も良かったりするんで、すごい対抗があるアイナメがスイミングだと釣れる確率が高いんですよね。中来ましたね。よいしょ。噂をしたらアイナメですかね。うん、違うか。よいしょ。ちょっと高値にすれてますけど。あ、アイナメでしたね。対抗ないし小さかったです。よいしょ。ちょっと可愛いですけど、アイナメもいましたね。よいしょ。ちょっとまあシャコタンだとアベレージよりちょっと小さいぐらいですかね、このアイナメは。シャコタンのアイナメ、やっぱりウロランのアイナメと違って成長が少し遅いんですけど、その代わりこうやってカラー綺麗に入るアイナメが多くて、僕はすごい好きなんですよね。すごい綺麗なアイナメで、なんでやっぱりこれだけ綺麗にカラー入るとやっぱちょっと釣れて嬉しいなっていうのはありますね。帰ってきてください。よいしょ。はい、ありがとう。ワンオースのタングステンシンカーをちょっと使って、ちょっと飛距離稼いでやってみたいと思います。結構磯場でタングステンは高い
とかっていう効果だから使えないって方いるんですけど、この釣りに関しては根掛かりしてロストするってことはまずないので、僕はこの進化結構使うんですけど、逆にジグとかでヒラメ狙ってる、磯でヒラメ狙ってる方はジグ毎回 4,5 個はなくなるって方とかいらっしゃるんですけど、僕ワームに関してはそんなにロストするのもないんで、回数もないんで、タンクステンシンカーも1回買えばだいぶ使えますんで、根のすり抜けだったりとか、とても小さいんで、すり抜けがやっぱ非常にすり抜け効果非常にいいんで、ちょっと僕はこれ使ってます。ようやくなんかヒットしました。なんだ。そんな大きくはないですけど、ソイかな。ヒラメだったら嬉しいけど、ちょっと姿が見るまでわからないですね。ソイですね。よいしょ。またマゾイですね。ちょっとさっきよりサイズはちょっと落ちたんですが、マゾイでしたね。ここ1週間ぐらいすごいマゾイが多いって話は聞いてたんですよね。ダグリーンゴーフルドで。ん？なんだ。いや、魚じゃないっす。お。ちっ。ゴミかと思いました。エゾメバルです。これがものすごい海中にいるんで、さっきからずっとバイトしてたんですけど、かかっちゃいましたね、ついに。この辺りは見送ってたんですよね。こんなサイズです。逃がしますね。よいしょ。ちょっとこのロットだったら弱い者いじめになっちゃいますね。残念ながらちょっとヒラメバイトも得られない状態だったので、ちょっと気持ち切り替えてアイナメ狙いに移りたいと思います。メインタックルちょっとベイトでな感じで、オーソドックスな感じでちょっと狙っていきたいと思います。シャコタンは結構こうスリットが入ってて、この間にアイナメ結構入ってるんで、それ中心狙って、あとは高根の本当キワとか、そういうとこを狙っていきたいと思います。じゃあそれでいきます。あ、当たりましたね。よし、そんなに大きくはないですけど、アイナメですね多分。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、こっちで上げますね。いや、まあ、こんなもんす。よいしょ。これが日本海のアイナメです。ユートピアゴールド一発でしたね。
でも海藻の中で食ってきたんで当たりはほんのツンっていうような感じです。このサイズでも ルートピアゴールドパルスマームのガルプ4インチですね。これ今の時期あの割れカラーっていうのが海藻についてるんでそれと同じカラーにしたんですけど海藻にスタックさせるんでちょうどいいかと思いました。基本的にこういうスリットとか入ってるような磯を叩くときは手前から釣るのがいいですね。沖から魚拾ってきちゃうと手前の魚食わなくなっちゃったりとかしちゃうんで特に秋とかはそうですね手前から釣ってもらった方が沖から魚かけちゃうと黄色のオスがまあ追っかけてきてアタックしてくるとかたまにはありますけど基本的にプレッシャーかけないように手前から釣るのが一番魚数取る方法だと思います。いやーこれも当たってるけどちっちゃいですよね多分ほらこれ弱いものいじめです綺麗ですけどねほんと色はね、ほんと色綺麗ですわ。ワイナメって感じの色ですね。カモカラーですね。でもちょっとカモカラー香料足りないからかもしれないですね。じゃあ逃がします。かわいい。いやー海藻の長すね。よいしょ。そんなに大きくないです。よいしょ。よいしょ。まあアベレージぐらいですね。シャゴタンのまあこれがシャゴタンのアベレージですね。ムロランのアベレージにしたらちょっとちっちゃいんですけどまあでも柄が綺麗なんで磯のアイナメって感じですね。やっぱちっちゃい割に引くんですよね磯は。バサかな。ガヤか。よいしょ、出てきた。そんなに大きくねえな。かけた瞬間でかく見えるんですけど、そんなにでかくないです。よいしょ。おお、首振ってる。おお、いい色。かっこいいですね、色が。やっぱ海藻の中ですね。ちょっと色が、いつき系な色で。イツキが太くなってるってことはもうシーズンが本当進んでるってことですね。
5月とか釣れるイツキ的なこの色はの魚は頭だけでかくて体細いとかよくあるんですけど、こうやってお腹でっぷりしてくるってことはやっぱり餌食ってきてる証拠ですよね。だからシーズンがほんと進んでるんだなって感じますよね。このこあごめんなさい、この個体が釣れるっていうのはちょっとユーマ詰め定番の赤金でいきますね。チェリカンよりちょっとゴールド入ってるんでですね、ちょっとこれでやってみたいと思います。脂っこいです。おお、やっぱちょっといいんじゃないですか。肩上げます、抜きますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、夕方ようやくちょっとまともなサイズアイナメ出ましたね。今これ赤金に変えてちょっとストップ&ゴーで中層よりちょっと下狙ってみたんですけど、やっぱ夕方食いある時こういうの食ってきますね。いやー、ヒラメ欲しいとこですね。こうもうそろそろだと思うんですよ。コウナゴが湧く時期になると、ほんと魚一気に岸寄りして、どの魚もスイッチ入っちゃうっていう時期が必ずシャコタンにはあるんで、そこが狙い目なんですけど、まぁ、ちょっと今ベイト系はないですね。おそらく雨で水温が下がってるんですかね。左側の方はもう濁りがすごい入ってるんで、だいぶちょっと、状況が先週より変わってますね。だらんなヒラメ。なんだ、おー引きますね。なんかあれ、そうでもねえか。そんな大きくはないですけど、よいしょ。なんだろう、ちょっとわからないですね、魚が。うん、なんだなんだ、そんな大きくはないですけど、お、来ましたね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いやー、ギリギリ間に合いましたね、ヒラメ。
ちょっとちっちゃいんですけど、まあシャコタンのアベレージ、イソヒラメのアベレージですね。グリーンゴールドですね。やっぱヒラメにはこのカラー特に効きますね。ほんと明るくても暗くても、ほんとこのカラーすごい僕の中で実績あるんで、こうサーチ的なものを含めてこう最後迷った時もやっぱこのカラー、グリーンゴールドがほんとヒラメには効きますんで、はい。ボトムから1メーター、今日今ちょっとここ水深ないんで50センチぐらいのところを引っ張ってきてる感じですね。もうパルスマンもしっかり泳がせるっていう波動を出してあげるってことで、やっぱりそれが肝ですね。ヒラメの、ヒラメはボトム取っちゃ釣れないんで、やっぱり下から50センチ1メーター、時には3メーターぐらい上げても全然釣れるんで、食い立ってる時は競争まで追っかけてくることもありますんで、ちょっとまあこれがシャコタンのイソヒラメです。じゃあ表側出してください。はい、ます。ちょっとサイズは可愛いですけどね。皆さんお疲れ様です。今日朝からヒラメとアイナメ、そしてまたヒラメを狙って、まあ、ヒラメは朝方もう大雨で各エリア滝ができて流れて、それが海に流れ込んで各エリアごとに濁ったりだとか、水温がすごい下がった状態でヒラメ出なかったんですけど、まあ、夕方潮下がるタイミングでなんとか1枚は出ました。まあ、アイナメも日中やっぱり水温が低いせいかシャローエリアメインで今日ゲームを組み立ててたんですけど、なかなかちょっと魚出なかったです。大きいのも43ぐらい、まあ日本海のちょっといいぐらいのやつがちょっと頭出たぐらいで本数も出なかったです。まあ、これからまあこの濁りとか収まれば、また水温ちょっと上がればヒラメとアイナメまた沖から岸寄りしてくると思うんで、そのタイミングでまたまあ、数出たりすると思うんですね。これからまた頑張っていきたいと思います。それでは皆さんお疲れ様です。